で8レース2乗戦弱で勝ち上がりました神奈川の郡司浩平選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は次のレースになりましたけども、最初の方ですね、入れ替わりありましたけども、どういう風なレースだったでしょうか。まあ道中は相手の動きも見ながらっていうところで、ちょっとアクションを起こしながら、どういう作戦というか考えてくるのかなっていう予想を伺いながらの道中でしたね。その雨の中の競りっていう形でしたけども、そこはあまり雨とかは特に関係なく、あまり気にしてるつもりはなかったんですけど、やっぱり慣れないレースになってしまったので、そこら辺の影響も少なからずあっただろうなと思いながら、あとは自分の技術不足です。番手手を受けられてしまって、最後、ご自身で踏まれて2着、入江選手もついてラインでは決まったんですけども、足はそんなに消耗はされてなかったっていう感じですかね。結果としてはラインで決まった形にはなったんですけど、レース内容としてはかなり格好悪いレースでしたし、自分もどこかのタイミングでもう一回番手取り切らなきゃなっていうところがあったんですけど、そういう気持ちの弱さもそうですし、本当に期待を裏切るレースになってしまいましたね。最近こういう番手のレースが増えてきている中で、何か競りの練習っていうのはなかなか難しいのかもしれないんですけども、何かそういう取り組みとかっていうのはあったりするんでしょうか。こればっかりはなかなか練習でやることはちょっと危険も伴うのでなかなか難しいんですけど、その分レースで覚えていかなきゃいけないところではあるので、こういうところでしっかり勉強しなきゃいけないなと思います。一緒に走った青野選手と川崎で一緒に練習されると思うんですけども、どうですか、印象としては。はい、普段から練習も一緒にやってますし、その分なおさら番手を一応守らなきゃいけないなっていうのはあったので、本当に迷惑をかけてしまったので、そういうところは自分が先輩なんですけど、かなり弱いところを見せてしまって、迷惑かけちゃいました。わかりました。では、準決勝に勝ち上がられたので、この後への意気込みを最後にお願いいたします。はい、まずはしっかり決勝に乗れるように頑張ります。